皆さんこんにちは。寒さなんてちょっと走ればすぐ汗かく、とっくんです。暑い時って走った方が汗をかけるんで、その分だから体はホットになります。はい、ということでかなりしょうもない話になったんですけど、はい、見てください、このメダルの数々どうですか。で、今日はどこに来ているかっていうと、僕の地元である福井県に来て、そして僕がお世話になったクラブなんですけど、フェニックス卓球クラブというところに来ています。このクラブはですね、まあ、全国のクラブの中で一番多く優勝しているところなんですよね。で、そこに来て今日は撮影をさせていただいています。ではご紹介をします。僕の恩師になる方です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。本当ですね。いや、ここに来たのも僕で何年ぶりぐらいですか。国体の時なんで多分、そう、国体ぶりだと思います。ですよね。はい、はい、ここのクラブで今日は撮影をしていきたいんですけど、はい、まあ、どんなことを考えてるんですか。そうですね、まあ、とりあえずすごいこのフェニックス卓球クラブではすごい理論をもとにこう教えていたっていうのがすごい印象的で、僕の中では。で、それを理論的に、はい、今かなり出してるんですけど、今それちょっと大元なんですよ、言ったら僕のこの理論的な話っていうのは。なんで、もっとなんかいろんな理論があるのではないかって思って、ちょっと今日はこう、川田コーチに教えていただこうかなと。また、はい、僕も指導してください。お願いします。頑張ってみますお願いします。はい、それでは台の方に行きます。せーの、ほっほっ。はい、行きました。はい、フェニックスで台に着きました。はい。やってみたかった。はい、ということで今日はそのね、先ほど言ったんですけど、またなんか新しい理論があるというか、まあ、理論というのは、はい、まあまあ知ってることではあると思うんですけど、まあ、やり方がどういう感じなのかっていうのをまた詳しく聞けるので、僕もちょっと楽しみにしています。一応あのうちも YouTube のチャンネルを持っててですね、はいはいはい、まあ多分協力してもらえると思うんですけども、皆さん登録はぜひやってくださいね。思うんですけど、そこでちょっと、まあ、流れがあって、はいはいはい、はい、まあ、スイングの話から、まああの3球目に対する動き方の話で今ちょっと止まってる状態です、はいはい、そうですね。で、今回は、はい、まあ、その続きを、はいはい、まあ、本当は見せたくないんですけど、はい、レモシリーズ先に僕のチャンネル、まあ、サンクスプロジェクトで出していただけるっていうことなので、皆さんこれぜひ後の動画をどういう感じなのかっていうのをもっと多分詳しくやってると思うんですけど、それをお楽しみに見てみてください。まあね、はい、教え子である徳島選手に、はいはいはい、まあ、実験台になってもらってですね、はいはい、まずちょっと反応を見てみようかなと。反応しかないですからね、基本的には。はい、ということで、はい、ではお願いします。じゃあ、早速やっていきましょう。お願いします。はい、まず何を、あの、なんか回り込みのあれですよね。そうですね、技術っていうので、さっき聞いたんですけど、まあね、あの、一応徳島選手も全日本チャンピオンなので、あの、仮にも全日本チャンピオンなので、皆さん、これは一応言わなくても、かなりの速さで回り込んだり、はいはいはい、飛びついたりっていうことはやってると思うんですね、普段から。僕そこが言った得意技なんですけど。ですよね。はい、で、その得意技をさらにこう浮かせるように、はいはい、あのバックに行ってもフォアに来てもどちらでもこう間に合うような、はい、山の張り方、まず山の張り方 と、体の使い方ですね。はい、その、説明を、まあ、本当は見せたくないんですけども本当は見せたくないんですよ、皆さん。本当は見せたくないんですけども、はい、じゃあちょっと早速やってみます。はいはい、まず、まあ、3球目の練習ってよく、はい、まあ、サーブを出してバックにつついたのを、回り込んで打ったら振りでお願いします、はいはい、みたいな形じゃないですか、はいはいはい、まあ、それ先の練習でやると、まあ、この前の、まあ、流れを、ね、一連の流れも動画で見てくれてるみたいな、はいはいはい、まあ、ラケットを、そうですね、前からスイングを取って、はい、バックスイングを取らないバックスイングを、まあ、前に持ってくると同時に、まあ、動きも1、2、3ではなくて1で動いて1で振ってしまうっていう感覚でまず
短縮します。はい、はい、はい。まあ、その感じでちょっと一回回り込んでもらっていいですか。はい。さすが。ね、で、ここ、ね、何も言わずにですね、まあ、フォアにこう、はい、つつきを持っていくと、まあ、普通、ああなります。はい。まあ、なんでそういう風になったのかというと、はい、まあ、山を張るっていうことを考えたときに、まあ、ほぼこちらに来ると思ってるわけです。まあ、そうですね。何も疑わずに、まあ、100% 回り込んで待ってるわけじゃないですか。そうですね。でも試合の時にはそんなわけにいかないから、まあ、ある程度こちらにもね、意識残してるつもりではいるんだけれども、勝負どころでじゃあ山を張った時に、こっちに来るやろうって信頼しきって回り込んで、結局フォアにボールが来て、取れなかったっていうパターンに陥りやすかったりですね。まあ、普段の練習中に、まあ、バックにつっついてからフリーとかっていう練習をやりすぎると、もう、なんていうのかな、予測できる練習しかやってないんですね。なるほど、なるほど。で、まずその意識を、まあ、7対3だったり、まあ、8対2ぐらいだったりの割合で待つだけでも、かなり多分マニアを読んだり、はいはい、多分それもね、徳島選手ぐらいの、まあ、脚力だったりね、フットワーク力があると、多分2割ぐらい、2割ぐらいちょっとフォアに意識を残しとけば、はい、間に合うと。はいはいはい、はいはい、やっぱり回り込んだ練習って決めつけないようにしたい。はいはいはい、はい、だからもう何段でもうどっちに来るか分かんないんで、そう、何段でこっちに来ることも頭に置きながら回り込まないといけない、はいはいはい、それをちょっと頭に置いて、はい、いきます。8割2割ぐらいで、はい、3割ぐらいで、はい、練習をあえてしなくても、はい、まあ、徳島選手ぐらいになると頭で理解すればできるそうですね、ですけれども、いざやっぱり本当に回り込んでしまった時に、わっ、どうなるのかっていう感じです。はい、じゃあ一度、ちょっと試験的にですよ、もうあえて言っときますけど、フォアにつくんですが、一度回り込んで、はい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 、はい、フォアにつくけど、一回を回り込んでから、ああ、フォアだったっていう状況をわざとちょっと作っていきますよ。はい、わかりました。いきますよ。はい。うわっ、はい、まあ、ギリギリ入りましたけれども、まあ、普通はああなります。そうですね。で、まあ、強くは出ないです。ですよね。で、これを、まあ、フォアに来ても、はい、逆に掴めても、ちょっと強く打つための足の動かし方っていうのを、最近ちょっと思いついたんです。ほうほうほう。これはもう、あれですね、川端コーチが、そうですね、完全に他の人の考えとか全く取り入れずにやる考えです。はい、まあ、だから、まあ、見せたくないんですけど、そうですね、レアですね、これは。はい、ちょっと説明します。はいはい、まあ、一般的に回り込みっていうと、はい、右足を回してきて、はい、まあ、踏み込んだり、はい、その場で踏みつけたり、はい、っていうのが一般的な回り込みですよね。はいはいはい。で、この時に注意したいのは、はい、回り込んじゃうとこの卓球台のこの端っこ、はいはい、よりも右足がもう完全に外側に出ちゃう。そうですね、必ず出ますよね。出ちゃってる、はい、で、この状態からフォアに飛びつくのってかなり至難の業でしょ。そうですね、まあ、ここまでさすがに回り込んでしまうと、はいはい、間に合わないんですよ。はい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 。で、最近うちの選手にやらせてるのは、はい、右足の動きは小さく、右足の動きは小さく、はい、なるほど。まあ、せいぜいこの卓球台の白線のライン上ぐらいに、はい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 、右足の動きを小さくします。はいはいはい、はい、で、左足は大きく使って、おだ、右足でこう調整して左足でパワーを出すような感覚ですかね。なるほどなるほど。で、まあ、右足をこれぐらいだったらこっちからでも、なるほど。で、左、これもそうです。右足を調整して、はい、左足で力を出しながら、なるほど。で、右足で調整して、あ、こっちだったらしっかり回り込むために左足を大きく使う。はいはいはい、はい、ちょっと後ろからそれ見させてもらっていいですか、はい、基本的には、はい、はい、で、回り込むとなると普通こういう感じで回り込んで、ドン、はいはいはい、まあ、右足が完全に卓球台のそうですね。で、この状態でやっぱり7割3割だったり、はいはいはい、8割2割ぐらいで、まあ、向こうに意識を持ってても、はい、やっぱちょっと距離が遠くて
そうですね、届くのがやっとっすよね、やっぱ。だけれども、はい、右足を少しだけ回しといて左足を出す。なるほど。右足をちょっとだけ動かしといてフォアに飛びつく。はい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 、はい、威力のあるフォアの飛びつきも打てるはずなんです。なるほどなるほど。まあ俗に言う回り込みって右足を大きく回す。そうですね、そうですね。だけれども、今この右足を大きく回さずに、まあ、調整する。はい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 、はい、大丈夫なように調整する。はい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 、で左足でその威力を補うような動きをする。なるほど。ということで、じゃあ回り込んだ時の威力が落ちるんじゃないかとか、はいはいはい、っていう疑問が生まれるわけですね。ね、それをちょっと払拭したい。なるほど、はい、なるほど。ここからもう徳島選手が実践ここから僕のあれですかね、理解力というのが基本的には試される感じですね。はい、そうですね。はい、頑張ります。ラインに乗っけて、スリーと受けといて、はい、この状態から、こう、左足を、押しは、ドンって。なるほど。はい、僕が言ってる回り込みって、いつもこういう状態。そうそう。に対して、こっち広げても別に問題はない。はい。それで右足をわざとこの白線の上に残した状態で振っていく。なるほど。ここの白線が、サイドの白線があると思うんですけど、そこに右足を残しながら練習するっていうちょっと方法があるらしい。まずそれをちょっと試してみます。最初はこっち、こっち行ってみそう。で、左足をしっかり。おぉ、おぉ。おぉ、さすが。前の3分だけでも、右足の残った状態でも、そんなに威力を落ちてる。そうですね。全然右足は。なるほど。そうですね。多分、嫌いな状態。なるほど。そうですね。多分、嫌いな状態。右足の残った状態でも、そんなに実は影響はない。なるほど。らしいですね。ここちょっと僕も見落としがちなところかもしれないです。じゃあ、その右足を残した状態で残しながら、フォアに続きボールを左足をしっかり踏み込んで、はいはい、飛びついて、はいはいはい、はい、する練習をちょっとやってみました。右足を残して、残しといて、で左足をしっかり、ちょっと最近ここも本当は極秘の部分なんですけど、またポイントが増えてる。飛びつきって大体みんなまっすぐ横、最低でも。そうですね。とかちょっと遅れるから後ろに下がりながらの飛びつきになるじゃないですか。そうすると当然ボールを横に飛ばしたいわけなのに、体が後ろに入ってくると威力落ちるんですよね。そうですね。僕は多分ここを多分、まあ、教えられてことがあって、はい、まあ、でもここではないんですけど、ちょっと大学の時に教えられたことがあって、はい、だからそっちの方がいいかなっていう状態ですね。まあ意識もやっぱり左足を斜め前に、はいはいはい、卓球台にこう潜り込ませるようにして飛び次をしてほしい。ここから左足がそうそうそうっていう風な感じになると勢いが出るんですね。はい、はい、もっと横を言うと、はい、左足のつま先を斜め前に出しながらフォア側に回して、はい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 、それを含めて思いながら回ってるから、はいはいはい、あれをフォアのスイング打てるぐらいの余裕があるっていう正面になります。なかなかいないですよ、こういう人は、はい、っていうところで、まず右足を卓球台の中に残した状態で回り込みも飛びつきもできるようになったら、あとは実践ですよね。なるほど。もうあとは試合でやるかどうかっていう話になると、はい、まあ構え、通常通りのところに構えておいてもらって、はいはいはい、一旦まあ山を張るときに7割バックに来るだろうな、はいはい、ちょっと調整するわけですね。なるほどなるほど。様子を見る。で、あ、フォアだったってなったらそこから7割。なるほど。そのままになる。ちょっとやってみます。お、え、ちょっと待ってください。威力が変わっていくな。お、
まあ、威力も残しながら。そうですね、だいぶなんかあの当たってる気がしますね。そうするとやっぱ勢いが消えないんで、ちょっと崩れたとしても気持ちいい、崩れたとしても速いボールは打てるかなと。またこれにこの理論が加わると僕の方は強くなりますよ、皆さん。もうぜひ来年は全日本に。それを言われてすごい心が痛いです。通過してもらうかな。はい、ありがとうございました。はい、とりあえず、まあ、第1弾はこんな感じ。お、第一弾がある。だからまあ、まあ、本当は例えばバック、いわゆるバックフォアのように言いました。なるほどなるほど。っていうことを、まあ、混ぜていくみたいな。はいはいはい。バックフォアの読めまして、ゴーゴーや、ゴーゴーですね。でもで、みんな言うけど、でもバックに来たらバックで打つ、フォアに来たらフォアで打つっていうのが、ゴーゴーじゃなくて本当は100-100や。なるほど。だから両面待ちっていうのはもう基本的に 100% の。そうですね。っていう感じなんで、皆さん多分第2弾っていうことは、第2弾はまあまあ、そのまたバックとフォアでの両面待ち、両面待ちの動画が、はい、いや、動画を上げるかどうかは分からないですけど、皆さん、はい、まあ、もし あるとしたら見たいですね。その場合はもうフェニックス卓球チャンネルの方見ていただくといいのかと思います。ぜひ皆さん登録してください。僕たちの動画もちゃんと見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。次回をお楽しみに。